地元のあることないことをご覧いただきありがとうございます。今回は福島県南相馬市で2011年2月に女子高生が失踪した福島県南相馬市女子高生失踪事件について見ていきたいと思います。福島県南相馬市女子高生失踪事件で行方不明になっていた A さんは、失踪から約20日後の東日本大震災がきっかけで遺体となって発見されましたが、震災後で身元不明のご遺体がたくさんあったという特殊な事情もあり、身元が判明する前に火葬されてしまいました。そのため福島県南相馬市女子高生失踪事件は真相がわからないまま迷宮入りとなっています。2011年2月19日午後6時ごろ、福島県南相馬市に住んでいた県立相馬高校3年生の A さんは、父親に彼氏に会いに行くと言い残して自宅を出ました。この時の清水さやかさんの服装は、フード付きのカーキジャンパー、グレーのスウェットパンツ、キティちゃんのサンダルといったラフな格好をしていました。財布を持つこともなく、ふらっと近所まで行くような服装で外出し、彼氏とのトラブルもなかったようですし、高校卒業後は地元の企業への就職も決まっていて、失踪するような理由はありませんでした。2月19日の夜に行方不明になった A さん家族は、 A さんが家に帰ってこないことを心配して、2月21日に警察に捜索願いを出し、警察はすぐに福島県全域で捜索を開始しました。また家族の証言から、失踪当日は彼氏に会いに行くと告げていたことから、警察は彼氏から事情聴取しました。彼氏は19日に数時間南相馬市内で会ったけれど、その後は別れたと話し、 A さんの失踪への関与を否定しました。家族が A さんの捜索願いを出した数日後、A さんの携帯電話から家族や同級生に向けて、心配しないで、今から帰るという内容のメールが送られました。警察が A さんの携帯電話の GPS から場所を特定しようとしましたが、その後は電源が切られていたために、居場所を特定することはできませんでした。そして、2月23日に、A さんの彼氏のワゴン車が自宅近くの海岸で、全焼しているところを発見されました。そして彼氏の行方もわからなくなり、2月25日に近くの山林の水門で首を吊って亡くなっているところを発見されています。 A さんが失踪してから1週間以内に彼氏の車が燃え、首を吊って亡くなっていました。 A さんが失踪した後、捜索は続けられたものの手がかりはありませんでした。そして2011年3月11日に東日本大震災が起こりました。南相馬市は福島県の沿岸部に位置していましたので、津波の被害に遭い、この日 A さんを海岸で捜索していた巡査部長2人は津波に飲まれて命を落としています。たくさんの人が津波で命を落とした東日本大震災から約1ヶ月後の4月18日に、清水さやかさんの遺体が発見されました。発見された場所は、自宅から約 10km 南にある南相馬市小高区、海岸から数百メートル離れた沼地の瓦礫の下でした。遺体は損傷が激しく、身元不明の遺体として扱われ、検視と DNA の採取が行われた後に火葬されています。身元不明だった遺体が A さんのものであると判明したのは、家族からの問い合わせでした。当時の南相馬市では、身元不明のご遺体の特徴などをホームページに掲載していて、それを見た A さんの家族が、遺体はうちの娘ではないかと問い合わせて、家族と DNA 鑑定をし、5月6日に身元が判明しました。ただ身元は判明しても、この時点ですでに A さんの遺体は火葬されてしまっていました。福島県南相馬市女子高生失踪事件は、彼氏が失踪に何らかの形で関与していた可能性が高いです。 A さんは別れ話のもつれで殺害された可能性があり、2月19日に自宅に帰ってこない A さんを心配して、母親は彼氏に電話して行方を聞いています。この時彼氏は午後8時半ごろに自宅近くで降ろした、別れたいと言われたから別れることになったと答えたそうです。また2月22日に彼氏はさやかさんの両親と一緒に手がかりを探して福島市の電話会社に行き、
その日は帰宅が遅くなったために彼氏は A さんの実家に泊まることになり、自分で希望して A さんの部屋で寝ています。翌朝、彼氏は A さんの日記を借りたいと申し出ています。また母親は彼氏の手の甲にたくさんの引っかき傷があるのを見つけました。彼氏はこの傷はアトピーによるものと説明しましたが、 A さんは喧嘩すると相手を引っかく癖があるとのことでした。さらに彼氏が A さんとお揃いのパーカーを着て首を吊っていましたし、横には A さんの日記が置かれていたそうです。これらの情報から、福島県南相馬市女子高生失踪事件は別れ話のもつれから2人は喧嘩になり、彼氏によって殺害されてしまった可能性が高いです。そして彼氏はそのことを後悔し自殺してしまったのではないかと言われています。 A さんの遺体は下着姿で発見されていますが、これも絶対に別れたくない、彼氏が A さんを監禁しようとして脅して下着姿にして逃げ出せないようにしたのかもしれません。別れ話のもつれの結果、彼氏が A さんを殺害してしまったという動機が一番しっくりくる事件の真相ですが、彼氏のワゴン車が全焼したことが解せません。考えられる理由は、証拠を隠滅しようとしたからではないかと思われています。 A さんの遺体がありしっかりと検視して司法解剖されていれば何かしらのことが分かったかもしれませんが、遺体がない以上事件の真相にたどり着くのは不可能です。東日本大震災前に失踪し、東日本大震災後に瓦礫の下から遺体となって失踪した A さんですが、ご家族の悲しみは計り知れません。